木星の重力によって巨大な彗星が破壊されてしまいました。でもそれだけではなく、ものすごい大惨事が発生していたのです。破片はそこら中に飛び散ることなく、電車の車両のようにまっすぐに並び、猛スピードで木星に進んでいったのです。直径約 1.6km のサイズを持つ21個の破片が木星の大気に直撃。秒速 60km の火の玉が惑星の外核に衝突し始めたのです。周囲の宇宙空間は 27,800 度まで上昇。これは太陽の高層大気の温度よりも高く、卵を茹でるために必要な温度の312倍になります。なんだか食欲が失せますね。木星は岩が池に落ちた時のような衝撃を受けました。隕石の破片は表面に巨大なプルームを噴出し、下層大気の物質が急激に外側へ放射されていきます。このプロセスによって途方もない量のエネルギーが生み出され、加熱された炎の流れが成層圏に発射されたのです。この彗星の怪物は後ろに約 3000km の輝くプルームを残しました。これはニューヨークとテキサス間の距離よりも長いもの。衝突した場所には地球とほぼ同じ大きさの黒っぽい傷が現れました。木星に衝突したこの彗星の名前はシューメーカーレヴィ第9彗星で、衝突したのは1994年の7月のことでした。これは科学界で注目を集めました。その理由は、人類史上初めてこのような大規模なイベントが観察されることになったからです。この事件は天文学者にとって重要な問題を提起することになりました。なぜ木星はこのような不運に見舞われたのでしょう。このような彗星は地球や太陽系の他の惑星よりも何千倍も高い確率で木星に衝突しています。では宇宙船に乗り込み、木星という神秘的な惑星に行ってみましょう。宇宙探査機が到着するまで約2年かかりますが、この宇宙船だったらすぐに到着できますよ。はい、到着。すごいでしょう。たった1秒しかかかりませんでしたね。木星は地球サイズの惑星が1300個収まってしまうほどの大きさ。そしてその姿はガス雲によって美しく見えます。この惑星には固体表面がありませんが、表面には地球の約 3.5 倍ある巨大な目のようなシミがあるんです。ここでの嵐はかなり恐ろしく、高さがエベレストの10倍ある時速 483km の風が約350年間吹き続けているのです。車の中だとこの嵐から身を守ることはできません。私たちは宇宙船に乗っているので安心安心。太陽系のすべての惑星が合体して一つの超惑星になったとしても、木星の5分の2の大きさにしかなりません。天体の大きさは重力にも影響します。宇宙船は加速するためのブースターとして木星を使うことができます。木星の重力は飛行速度を増加させるので、より早く目的地に到着するために利用することができるんです。木星は重力によって彗星や小惑星、また危険な宇宙ゴミのマグネットのように機能しているのです。木星は宇宙の真のスーパーヒーローだと言えます。その重力シールドにより太陽系の内側に飛んでくる巨大な彗星の攻撃から惑星を守り、方向を変えてくれているからです。恐竜の絶滅を防ぐことはできませんでしたが、それに関しては後ほど詳しく説明しますね。明日もし木星が巨大な掃除機に吸い込まれてしまったらどうなるでしょうか。そうなってしまったら地球にもものすごい影響があることは確実です。巨大なシールドがなくなってしまったことにより、何千もの彗星や小惑星が惑星に衝突する確率が高くなるでしょう。でも地球に影響を及ぼすほど大きいものはほとんどなく、大半は大気中で燃え尽きてしまいます。ですが中には巨大な彗星や小惑星も存在します。これらの天体が地球に衝突すると、地球上のすべての生命を絶滅させることになります。例えば2009年、木星に衝突した天体は太平洋と同じくらいの大きさの跡を残しました。
それが地球に起こった場合、地球が火の玉に変わってしまうという恐ろしい状態になり得るのです。ですが、天文学者による近年の研究によると、木星の存在によって起こることは良いことばかりではないということが分かっています。それどころか、パチンコのように地球に彗星を打ち込む悪者のような存在なんだそうです。ある物理学者はコンピューターシミュレーションを使用して、木星が彗星を地球に向けて誘導している可能性があることを発見。木星が危険な物体を引きつけ、部分的にしか地球を守っていないというのです。そして、すでに何度も地球に向けて物体を動かしていると述べたのです。6600万年前、直径約 16km のサイズの天体が地球に衝突。そして、その衝撃的なエネルギーにより地球の表面は炎に包まれてしまったのです。巨大な地震と津波まで引き起こしました。空からは激しい雨が降り続け、大気中には何百万トンもの瓦礫や塵が舞い、太陽光線が地上に到達するのを妨げ、核の冬が始まったのです。この大災害によって恐竜が絶滅。科学者たちはこの天体をチクシュルーブ衝突帯と名付けています。ハーバード大学の科学者のコンピューターシミュレーションにより、この天体の正体が解明されました。チクシュルーブ衝突帯は小惑星ではなく彗星だったのです。これはコアが石や金属ではなく、氷や埃や凍結したガスであったということ。早く言えば、宇宙を飛行している汚れた雪玉のようなものだったのです。本来、隕石は地球に向かってはいませんでしたが、木星の重力に影響されたことにより地球へと進路を変えたのです。1770年にはレクセル彗星が地球の近郊を通過。その際に観測された地球とこの天体との距離はわずか220万キロメートル。これは宇宙のサイズで考えるとかなりのニアミスだと言えます。レクセル彗星は人類史上最も地球に接近した彗星なのです。この天体が衝突していたら、地球上の生命が全滅していた可能性があります。木星に近づきすぎたこの彗星は、重力に巻き込まれることで方向を変え、地球へ向かうことになったのです。このようなことが起こる限り、太陽系を保護するスーパーヒーローとは言えませんよね。それから3年後、彗星は地球付近を通過。そして、太陽の周りを2回周回し、ブーメランのように木星に戻っていきました。その後、木星によって太陽系外へ押し出されたようです。でも、木星を攻めてばかりいるわけにはいきません。科学者たちは、このガス惑星が存在しなかったら地球上に生命が現れなかっただろうと考えているのです。木星によって隕石が地球に衝突し、有機分子と水を運び込んだというのです。ということは、地球上の生命の始まりの構成要素だったということになりますね。木星とその危険な重力がなければ、彗星が地球にこの隕石を運べたかどうかということは誰にも分かりません。地球から太陽系の中心に向かうと、太陽が見えてきます。この恒星の周りには8つの惑星が公転。そして、火星と木星の間には100万個以上の小惑星帯が存在します。ある学説によると、太陽系の初期段階には太陽しか存在しなかったと言われています。石と塵の雲が太陽を取り囲み、それらの粒子がお互いを引きつけ合い、何百万年もかけて惑星となったというのです。木星は強力な重力により、岩や塵が惑星として結合するのを妨げていたと考えられており、その結果、太陽系内で小惑星帯となったと言われています。現在、これらの小惑星が一つの惑星として統合された場合、月の質量のわずか 4% の重さの天体にしかなりません。以前はベルトとして密集していましたが、木星の重力により、小惑星の 99% が宇宙の彼方に飛ばされてしまったのです。ちなみに、地球上の生命の発達に関与していたのは木星だけではありません。地球の唯一の衛星である月も重要な役割を果たしていたのです。木星には79の衛星があり、
毎年さらに多くの衛星が発見され続けています。木星にも輪がありますが、土星ほど美しいものではなく、ほとんど見ることができません。この輪は黒く小さな粒子で構成されています。これは隕石が木星の衛星と衝突した際に宇宙に放出された塵なのです。月は海の潮の満ち引きや海流に影響を及ぼしますよね。そして蜂や魚、鳥や両生類などの生活リズムにも影響を与えます。人間も毎日月の影響を感じているんですよ。夜空に輝く月の明るさの変化により、脳内のメラトニンの分泌量が調節されているんです。このホルモンは健康的な睡眠に欠かせないサーカディアンリズムをコントロールするためのもの。月は宇宙で発生している多くの現象と同様、大惨事の結果として生まれました。数百万年前、地球は溶岩に包まれた高熱の球だったのです。水も空気もなく、二酸化炭素と窒素だけに包まれていました。そのような時代に現代の火星ほどの大きさの別の惑星が地球に衝突。科学者たちはその天体をテイアと呼んでいます。この惑星はなんと時速1万 4000km という超高速で地球に衝突したのです。信じられないほどの力の影響により、何百万トンもの物質が宇宙に放出されました。そしてそれらの破片が集まり、天体となって月と呼ばれるようになったのです。現在科学者たちは月の謎をほぼ解明しています。ですが木星の中心にあるのが固体の核なのか熱帯の液体なのかは解明されていません。木星には太陽系で最大の海がありますが、その海は水ではなく液体水素でできています。もし木星が現在の80倍の大きさだったら恒星になっていたことでしょう。木星はユニークな惑星ですが、人間が居住することはできません。惑星内の圧力は地球の表面の圧力の200万倍なので、高性能の宇宙船でさえ究極の圧力と温度には耐えられないでしょう。